月刊ぷっくり大賞。さあ今回はですね、11月分です。11月でございます。今現在これが収録されてる季節に比較的近いですね。早速は恒例のね、ぷっくりスイーツに、またフルーツですね。ありがとうございます。こちらは柑橘系ですね。大きなオレンジでもないか、みかんの大きな感じで、最近多いですねこういうのね。うん、なんだろうこれは、カンペイ。そうか、愛媛県産のカンペイという、まあ厳密に言うとオレンジとみかんを掛け合わせたものが、交配したものが、清見というものがありまして、清見とトロピタオレンジというものを掛け合わせたのが西の香り。ね、もうこれカンペ読んでるのバレバレですよね。これ僕の知識として映らないのが悲しい。別にこのぐらい知ってるのに僕。いやいや、まあまあそれでね、最終的にその西の香りとポンカンですよね。ポンカンが混ざったものがこちらのカンペになった。でも昔こんなみかんなかったよね。ねえ、まあ高級みかんですけどね、いわゆる例えば、まああとは瀬とかとかね、さっきあった清見もそうですけれども、あといわゆる紅マドンナっていうね、紅マドンナっていうのすごくこうゼリーのような食感で美味しいんですけど、まあでもすごいいいお値段というかね、高級みかんですよねみんなね。はい、まあ、ちなみに草薙くんが飼ってるフレンチブルドッグは、くるちゃんはボストンテリアとね、ブルドッグを掛け合わせたもんですよね、交配したもん。まあ、ちなみにキュウリー夫人が飼ってたのもボストンテリアなんですけどね。さあじゃあちょっとせっかくなんでこのカンペを剥き方、あすごい。でもくるちゃんはね、本当にあの柑橘が好きみたいですよね。前あの草薙くんも話してたかもしれないんですけど、昔ね、昔って昔でもないか、あの72時間テレビをやった時にね、こう僕らの母校である堀越学園にくるちゃんが来た時に、あの時にね柑橘を食べさせたんですよね。そしたらね、それがもうなんかその記憶がずっと残ってるみたいで、今でも柑橘を見ると飛んでくるって言ってましたけど、カンペイをいただきます、ね、皮ごと。うん、あでもデコポンに近くないですか。あデコポン、あでも美味しいですね。うん、あでも少し甘いところを食べるとすごいみかんの味がする。まあまあみかんだからなんですけど、じゃあちょっとこれくるちゃんにお土産で。さあではぷっくり大賞11月分を見ていきたいと思います。まあ、やっぱ11月ということなんで、結構やっぱり景色も変わってきて、もう綺麗だなこれ。はい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 、これは雲に色がついてるんですね。光の乱反射を受けてという、乱反射というかプラズマというかプリズムというか、これすごいですね。綺麗だなあ。あらこれまた可愛いですね。ハグ、車の中に埋もれて、おーいいね。おでんいいですね。でもなんか家族って感じですよね。一人だったらおでんって作らないからね。うん、羨ましいなと思いますけど、まだこれ染み込む前ですね味がね。あこれ面白いね、カレーがのようになっちゃってる。ベートーベンだ、ベートーベンという、これはそっか、ベートーベンのマフラーなのかな、赤いのはね。これカニカマかなんかを使って、ベートーベンというかどっちかって僕に近いですけどね。ああ結婚されたんですね。新郎新婦入場曲が新しい歌、明るめですね。面白いな、子供が描いた地図がちょっとゲームの攻略本感が出ちゃってる。理科室行くのに地図を描いた。でもすごいねこれね、ここまで描けるって、この地図すごいな。すごいナス、うなぎのような、あーすごいですね。ベートーベン、字でベートーベンになってるところですね。
ひらがなで、これもすごいですね。これちょっと面白いな。陶芸を習ってて、おじいちゃんがね、父ですね、何か欲しいものはないかと声をかけてくれたので、子供用の小鉢欲しいとお願いした。満面の笑顔で差し出してくれた。それはプンプン香る昭和感と圧倒的偽物感。ドラえもんと静香ちゃんとアンパンマン。これでも可愛いね、面白いね。いやでもこれ作ってる時はね、でもやっぱりこれお孫さん、お孫さんですよね多分ね、お孫さんのために。いやでも可愛いですよね、このなんかおじいちゃんに会ってみたいですよね。なんかこの情景が思い浮かぶじゃないですか、これをプレゼントした時のなんかおじいちゃんと受け取った時のまあお母さんというかね、このレンレオさんと、うん、子供はどんな顔したんだろうな。まあきっとね、ドラえもんとかあのアンパンマンが好きなまだね小さいお子様なのかもしれない。子供用の小鉢、いやこれちょっといいですね、僕好きです。ということで、11月のぷっくり大賞は、レンレオさんに決定いたしました。おめでとうございます。レンレオさんにはですね、ズクッションをお送りいたします。はい、ですね、僕がやらせていただいた映画反世界がですね、2019年の2月15日に、もうすぐ公開されますので、はい、皆さんぜひ、見てください。はい、ということで今月は11月でしたね。またちょっとこうね、ちょっとほっこりするような、クスッと笑えるようなこのぷっくり大賞、皆さんからお待ちしておりますので、楽しみにしています。